どうもこんにちは。老後2000万円問題ってあったじゃないですか。まあ、あれを見て私もハッとしたんですけども、まあ、例えば定年をね65歳で迎えるとして、それから年間200万円を使うカツカツの暮らしを送っても65から75歳までに2000万かかるんですよね。カツカツの暮らしですよ、年間200万なんて。まあ、そう考えていくと85歳まで生きるとしたら4000万とかいるわけですよね。いやだからね、65歳で仕事を終わろうと思ったら4000万なり5000万なり、そこまでに貯金をしなくてはいけないってことになりますよね。で今ね、40代とか50代で貯金の100万円以下の人っていうの割合が半分ぐらいなんですよ。でそう考えていくと、この半分っていうのも一部のどうしようもない高所得者が釣り上げてる平均値と言えますから、実際は7割8割の人が40代とか50代になっても生活に本当に余裕がないと、月末になったら足りるか足りないかってところで暮らしてると言えるんですよね。そんな中で65歳で定年をねしたとして、そっから全くノーマネーでフィニッシュじゃないですか。老後2000万どころか5000万円問題とかになってきますよね。生きるだけでもこんなに金がかかるって何なんでしょうね。いってらっしゃい。